折り箱とは、厚競技を折り曲げて作られた木箱である。従来、競技を加工し蓋をつけた比較的底の浅い木箱のことを折り箱と呼んだが、現在では木製品だけでなく、紙製や発泡スチロール製、プラスチック製の箱製品の総称として使用されている。唯一日本だけに存在する固有の食品容器であり、折り箱の材料として使用される木材には、映像末、杉。 ヒノキ、シナスプルスなどがある。日本の高温多湿な気候に対して中身の食材が腐敗しにくいように抗菌作用がある木材を使用している。木材は加工後も気候が残っており、内気と外気の湿度をある程度一定に保つことが可能なのでお湿と同様の効果がある商材として重宝された。現在では、のりしろ、菓子を作り、商譜を主原料とした。 食品衛生上問題のない糊を使用して接着されるが、江戸時代では竹でできた釘を使用して箱を止めたとされる。現在、折り箱に食品を詰めたものを折り詰めという。折り箱自体、または折り箱に食品を詰めた折り詰めは、折りともいい、寿司を詰めたものは寿司折り、菓子を詰めたものは菓子折りなどと呼ばれる。革材を仕組みといい、底や蓋を。 そこ板やふた店と呼んで区別している。川材は北海道産の新葉樹のエゾ松、紅葉樹の品で、そこやふたは本州以南で取れる松、エゾ松、輸入材のスプルスである。秋田産、高知産の杉を主材料にする杉箱、もみを主材料とするもみ箱、吉野産の杉やヒノキの葉材を使った杉織やヒノキ織もある。その他、材を使った箱、 漆器なども木製容器として織箱と同類である。仏具ぐ、寝具や食前として使われたほか、白木をそのまま使い、一度限りで二度と使わない貴族の食器としても重宝された。その頃の材料は杉、檜の木目の細かい素性の良いものをまさめに割り、削った板であった。その板は紙の代わりにお経を書いたり、記録などを書いたので、競技と呼ばれた。 何回もの使い回しを可能にした出器を作っていた、器具師に対し、使い捨ての織箱屋が看板を掲げたのは、明治期に入ってからである。仏教が伝来した六世紀に、中国より伝来したと言われており、朝廷への献上物を入れる木製容器が織箱の起源とされている。仏具、寝具や食前として使われたお式が根源である。織詰弁当。三重の織箱は紙製で、 紐で蓋を固定している。現在、折り箱は紙、発泡スチロールでできており、底板の上に枠が接合された構造となっている。折り箱には弁当、寿司、菓子などを詰める。消化道弁当用の折り箱や和菓子用の折り箱などは、内部に一定間隔で仕切りがなされている。また折り箱の蓋の種類には、乗せ蓋、かぶせ蓋、スライド外などがあり、蓋を固定するために、 セロテープや紐、輪ゴムなどが用いられることもある。原材料の木材を特殊な機械で薄くスライスした一枚の薄板を蓋としている。身のサイズに合わせて角を切った一枚の板を容器に乗せただけの形態の箱を刺す。包装が簡単なので数量が多く出る飲食店向けに使用される傾向が強い。乗せ蓋に使われる一枚の薄い板に枠を貼り合わせ。 容器にかぶせる携帯の蓋。包装が簡単な乗せタに対して、包装には手がかかるが高級感が出るのでこちらを好む飲食店も多い。蓋の枠に、のりしろがあると身と蓋の間に隙間ができるので、のりしろが必要ないタイプもある。身の容器上部に溝を掘り横から蓋をスライドして入れられるようにした蓋。蓋の形状としては乗せ蓋と同じスライスされた一枚の、 薄板である。需要の拡大とともに、市場の流通を整備する目的で全国、折箱連合会が発足。初代会長は折価値商店の石山活造である。後に名称を全折食品容器連合会に変更している。ありがとうございます。